はい。えー、皆さんおはようございます。テクニカルな人の森口でございます。今日もテクニカル分析やっていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。はい。今日はですね。 アメリカ株急落でピンチ日本株の上昇はソフトバンクのグループの上昇波動次第ということでお話をしていきたいというふうに思っております、えー、またもやですねトランプさんのツイートにより急落が起こりました乱高下起こってますね、えー、ですがソフトバンクグループが今強いんですよね、えー、この上昇波動次第では日本株はかなり支えられるかなというところでこの話をしていきたいというふうに思っておりますはいでは今日の内容になりますまずは昨日の振り返りをした上でソフトバンクグループの上昇は続くのかエリオット波動理論で解説ができればというふうに思っております、えー、それらを踏まえた今後の売買戦略までやっていきたいと思いますのでぜひ最後まで 動画をご覧くださいはい、ということで、このチャンネルではですね、こういった形で最新の動きを取り入れた上でのテクニカル分析をお伝えしております。テクニカル分析はあくまでも事実の確認になります。えー、トレンドの方向性、トレンドラインや移動平均線の向き位置、価格、ローソク足こういったところですね、皆さんの取引の参考になるように毎朝お伝えしております。当初はあくまでも自己責任にはなりますが、えー、毎朝投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。では行きましょう。昨日の振り返りになります。まずは日経平均株価121.59、0.52%のプラスということになりました。下髭 長い陽線というところはなかなかいいかなという,ふうに思いますし25日線の上でもあるというところですので、まあ、ほぼ横ばいですけども、えー、こういったところを確認しておいていただければと思います、えー、今日どちら見ていただくと値上がり銘柄数多いですね、えー、特にソフトバンクグループの上昇が目立つかなというところで1銘柄で35円も上げてますからね、えー、ここを後ほど見ていきたいという,ふうに思っております コロナの新規感染者数確認しておきましょう。東京都では177人、全国では502人というところで、やはり月曜日に比べるとですね、数値が大きくなっているというところで引き続きね、まだ警戒が必要かなというふうに思っております。 トピックスいきましょうプラスの8.5、0.52%のプラスということでまあ日経とほぼ同じくという形ではありますが2 5 2 0 0の上、上昇チャネルラインの上というところで、えー、まだ安定しているかなというふうに思います、えー、まずまずいきましょう11.97、11. 0.95%のプラスということで、えー、他の二指標に比べましてもね上昇幅が大きい、年初来高値、更新というところで引き続きまだマザーズは強いなというところが確認できました、えー、値上がり、値下がり見ていただくとベースが特に強いですねフリーがちょっと下げているのは気になるかなというふうに思いますがこのようにですね、こうチーム戦で上がっていくという のが昨日の動画の内容でしたね昨日の動画もぜひご覧くださいはいニューヨークでいきましょうマイナスの375.871.34%のマイナスということになりました、えー、実は日中までねずっとプラスプラスプラス,プラスで、えー、なってたんですけどもまあ、ある出来事がきっかけで一気に急落ということになりました、えー、ちょっとね25日でギリギリぐらいですのでちょっと心配ですよねはい で、今日どちら見ていただくと、ニューヨークダーほぼ下げてるということになります、えー。トピックスも見てみましょう。トピックスがマイナス47.65、47. 1.4%のマイナスということで、こちらもね、幅大きいですね、えー。こちらは25日線を少しだけ割り込んでいるというところですので、少し心配ですね。えー、この理由というのが、えー、トランプ大統領がですね、えー 経済対策成立の期待交代でというところでツイッターでね、いきなりこれを協議を中止するように、大統領選挙の後まで中止するように、えー、交渉担当者に伝えたというふうにツイッターで投稿するというのがね、これはもう本当に、えー、市場のリスクだなというふうに思います。 ナサック見ましょう。ナサックが一番ね、下落幅が大きいですね。177ポイント、7.88ポイント、1.57%のマイナスということになっています。ね。えー、で、25日線は、まあ、ギリギリ割ってないというところですので、まあ、今日以降どうなるのかしっかりと見ていきたいと思います。収、え、容、ー、株見ていただいてもだいたい下げてるというところですので、まあ、明日以降もちょっとこれが引きずらないか心配かなというふうに思います。 はいでは行きましょうソフトバンクグループの上昇は続くのかエリオット波動の基本を解説ということでお話をしていきたいというふうに思いますでまずなんでソフトバンクグループを見るかというところなんですがこれ昨日の全市場の売買代金ランキングですけれどもソフトバンクグループがま1位圧倒的に1位というところがまずわかるかと思いますしあとは時価総額が2位で14.4兆円でそうするとトピックスの指数ウェイトトピックスの影響力すごく大きいんですけども2.27%あるということになっておりますで日経平均の構成率が6.35%ということでまあ日本の ででででもすすねかなりトップクラスで影響力をを持っててていいいいるる株あとととうころ改めさえただければと思いますちなみに日経平均にね一番影響力を持っているのがファーストリテイリング10.21%これは価格が高いからなんですけどもトピックスの方の見ていただくとファーストリテイリングトピックスの場合には0.37%しか影響力を持っていないということでトピックスの指数ウェイト日経平均の構成率ともに影響力を持っているという点ではですねソフトバンクグループは今最も日本に影響を与えるようなそういう株であるというところもねぜひ押さえておいていただければと思います。 グループ今ね、ね短期的なチャートを見るとこのような形になっているわけなんですけども、えー、昨日の上昇によってですね直近高値を超えてきたというところになっておりますこことここを見ていただくとですねまず、こちらの安値を割らずに高値を超えているこれは短期的に上昇トレンドというところで、えー、この上昇トレンドラインを引いているというところになっております安値と安値を結んだ上昇トレンドラインが引けるというところですね。はい <laughs> で、さらに、グーっと引っ張るとですね、これは、あ直近高値、もう一個ね、えー、重なるようなところですから、かなり重要な高値を超えてきたというところになっております。で、これは予想というわけではないんですが、この後ですね、えー、この、お要は、サポレジ確認ですね、サポートになるかというところをですね、えー、しっかりと注目をしていただければと思います。もしここを割り込んでしまうようなことがあると、ちょっとある条件が見られるんですね。これをですね、えー、エリオット波動理論で解説をしていきたいというふうに思っております。 というのががあるんですが基本的には5波動プラス3波動という,ふうに覚えておいてくださいでそれぞれ上昇の場合、下落の場合という,ふうにありますので今はちょっと上昇の場合で見ていきたいという,ふうに思いますまず上昇の5波動どういう状態かというとこのような形で1波で上げて2波で下げる3波で上げて4波で下げる5波で上げてこれが上昇の5波動ということになっていますでこれが1つのこう大きな上昇の中で少し修正が入るよというのが下落の3波動なんですねその場合には ABC と こんな形でまあカウントしていく。こんな形で数えますと。これが、 上げて下げるの、一つの上昇になってます。で、次のまた5、えー、5波動に続いていくという流れになるんですけども、そのための条件というものがあります。で、この5波動を構成する上では、2波は1波の視点を割り込まない。要は、この上昇の時に、2波がぐーっと下げてきた時に、1波よりもこう下に行かないっていうのがまず一つ目の条件ですね。そして3波は一番小さくなることがない。むしろ3波が一番大きくなることが多いわけですね。ここもぜひ押さえておいてください。で、その3波からの調整の中で、 で、4波は1波と重ならないというところもちょ、ポイントなんですね。4波は1波と重ならない。4波の調整、3波ぐーっと上げてきたときに、また調整が入りました。1波と同じところまで来ちゃうと、これは、五波動、上昇5波動ではなくなってしまうよっていうところをぜひ押さえておいてください。で、テクニカルの場合には、この、5波動構成、3波動構成が上昇の波動だとするならば、下落の場合はそれを逆にしただけ。下落の時に、5波動。1、2、3、4、5。 で、A, B, C で上昇するというような状態になってます。で、これをソフトバンクグループのおーチャートに当てはめてみたいというふうに思うんですが、今このような形で、もう少し長く、えー、持ってきたものなんですけども、まず上昇5波動が、まあ大体こんな感じかなと思います。多少ずれてるかもしれませんが、まあおそらくこの上昇の流れが間違いなくある中で、5波動のあそこでね、えー、天井を打ち始めてるっていうところがわかるかと思います。で、そうすると A, B, C というふうに続いていくわけですが、このような形になってると。で、えー、直近見ていただいて、先ほども見ていただいたように、こう高値を超えてきたわけです。 ですから C を起点にですねまた上がり始めているっていうことがわかるかと思うんですね一波二波三波と。 いうことになってます。で、この3波がいつまで続くのかっていうのがポイントになるかなというふうに思います。で、これ条件としてはですね、今1と2をね、えー、満たしつつあると。1の、この2波が一波の視点を割り込まずに上がっていったというところですから、今3波であろうと。で、3波は小さくなることはないので、今後の上昇が続いていくかもしれないというのは、これは仮説として成り立つんではないかなというふうに思います。ただし、大事なところは3番目の条件ですね。4波は1波、 パッと重ならないというところですから、昨日のアメリカ株の急落の影響をもしももろに受けてしまうんであれば、調整がここまで入ってしまうとですね、これは重要なラインになるということになっています。 もし、え、ここは重ならないはず、ね、え、これが上昇5波動の途中なら、なのであれば、ここ、ここには、ここまでは調整しないはずなんですね。なので、4、5という風に続いていくのか、もしくは1波まで、え、調整が入ってしまうのか、ここによって大きく見方は異なってくるというところをぜひ押さえておいていただければなという風に思います。はい。で、両端波動で見るソフトバンクグループなんですけども、今のところ直近安値を割り込まずに上昇していて、一番長くなりやすい3波の途中であるという仮説が成り立つかなという風に思います。ただし もし4波目が1波目と重なったらこの上昇5波動というのは否定されるよというところを押さえておいてくださいでこのテクニカルを否定するようなニュースが出ると当然この4波目が1波目に重なるようなそういう条件があ出てしまうかもしれないというところを、ねえー、ぜひ押さえて,おいていただければと思いますでそれになり得るのが <coughs> 例えばですね、今ソフトバンクグループが上がってるのは、やはり自社株買いですね。えー、自社株買いが発表されて、一応8月31日時点での未実行額がですね、1.5兆円あるので、まあ自己株式の取得、自社株買いが行われているのであればですね、かなり底堅いということが考えられるかなというふうに思います。 で、実際に自社株買いを行っている月というのはですね、ソフトバンクグループかなりね、月間でも騰落率で上昇している月がすごく多いんですね。なので、まあ今月はかなり自社株買いを行っている可能性もあるんではないかなというところ、えー、そろそろ数字が見えてくるかなというところで、これ分かり次第お伝えできればと思います。一方で下がる要因としてはやはりですね、えー、昨日のトランプ氏のツイートの話で追加の経済対策の遅れですね、えー、これがまあ議論されているというところで、今後もこの情報によってはですね、日本株が何 調になるソフトバンクグループが、えー、4波目の修正が一波と重なってしまうかもしれない、えー、ここに注目をしていただければなというふうに思っております一方で日本のある動きについてもちょっとお,お,お,お伝えできればというふうに思っているんですが、えー、それが何かというとまず任天堂ですねソニーあとは薬局1位のウェルシア、えー、あとはアース製薬、えー、お値段以上のニートリーであるとか100円ショップのセリアこの辺がかなり難調なんですねこれ何かというとですね えー、モリ関連株ですね。脱モリの動きが見られるというところで、それなりに大きな株がちょっ と心配な動きが、ま、いろいろ見られますので、日本株の一つの不安材料としても、ぜひ捉えておいていただければというふうに思っております。ではですね、これらを踏まえた今後のバ買イ戦略見ていきたいというふうに思うんですが、まずは日経平均株価ですね、えー、アメリカの動きを踏まえた日エの日経先物を見ておきたいと思うんですが、23,225円というところで、まあ、ほぼ25日戦を割り込むような形になってしまいます。えー、ので、 25日線をね、えー、維持できるかというところにまずは注目をしていただきたいのと、えー、ただ今日は下値不安あると思いますので、直近安値22,951円ですね。えー、ここを割り込まないかどうか、確認しておいていただければと思います。えー、トピックス見ますと、トピックスも同様で25日線を維持できるかというところと、直近安値1,603ポイント、ここに注目をしてみてください。えー、マザーずに関しましては、5日線を維持できるかというところと、まあ一応直近安値、ここまではいかないと思いますけども、1169ポイントということになっております。えー、ニューヨークダウ行きましょう。ニューヨークダウはですね、25日ギリギリ維持しているというところで、 ですから、えー、今日今夜もですね維持できるかどうかあとは安値までくるとこですね26,537ドルここを意識しておいていただければと思います、えー、ナスダック見ましょうナスダックに関しましても はい。まずは25日線を維持できるかというところと、ま、安値に関しましては1520ポイントというところになっております。はい。ではあ、今日の動画のまとめになります。まず、追加経済対策交代でアメリカ株急落ということで、これ突然来ましたね。えー、入院中はですね、これを早く進めろと言っていた超本人がツイートでこれをね、交代したよと、あ中止を指示したよという、もう本当にどっちかにしてくれよというのが、ま、投資家としての本音ではあるかなというふうに思います。で、そんな中日本を支えているのはソフトバンクグループではあるわけなんですけども、ソフトバンクグループはですね、 上昇波動の3波目、えー、一番長くなりやすい波動の途中であるということなんですね。ですが、これが1波,1波目までの調整が入ってしまうと、えー、これ上昇とは言えなくなってしまうので、えー ここにね、今週、特に今日、注目をしていただきたいなというふうに思っております。で、あとは25日線を維持できて、直近安値を維持できれば、まだ、上昇が続いていくような、そういう流れにはなっているのかなというところで、今はですね、25日線の水準とですね、直近安値の水準を確認しておいていただければというふうに思います。では最後に今日の都市格限も見ていきましょう。 固定概念に縛られる人はチャンスを失うというところで、ま、本当に昨日もね、こんな形の投資格言をお伝えしたんですけども、やはり相場というのは一日で表情を変えるわけですね。え、ま、相場というよりはトランプさんの意見が一日で変わるって言った方が今は正しいのかもしれませんけども、え、上を考えられたと思ったら下を考えなきゃいけないみたいなことが、こう、日々ね、変わっていったりもしますので、え、ぜひですね、こういった、ま、相場はこういうものだと、マーケットはこういうものだというところをぜひ抑えた上で、リスク管理をした上で、え、しっかりと取り組んでいただければというふうに思っております。 はい、ということでね、えー、こんな感じで今日は終わっていきたいというふうに思います。えー、今日の動画の中、ちょっとエリオットハードね、ちょっとややこしい理論なんですけども、ぜひですね、こう。 仮説を立てる。あんまりこう正しく見るというよりは仮説を立てて、こうだったらこうだな、こうだったらこうだなという形で見ていただくといいかなというふうに思います。わかりやすいサインが出た時にはまたね、えー、紹介できればというふうに思っております。えー、今日の動画の中でも少しでも参考になるところがあればぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたします。また明日以降もですね、えー、リアルな動きを取り上げた上でのテクニカル分析をお伝えできればと思ってますので、明日の朝、またね、え、8時までには上げていきますので、聞いていただけるという方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた明日テクニカル分析でお会いしましょう。さよなら